ではバトルライン戦目と思います。わー、じゃあまたじゃんけん、ね、じゃんけん最初はグーじゃんけん、ほい、俺じゃんけんやべ。さて、まあざっとね、こんな感じなんで、俺もこっからやっと。まあ、さて最初ちょっとね、第1戦目なんでちょっと漢字をつかむ、まあ、ここにね役を作っていって相手より強い役を作ったらフラッグが取れるということなんで、まあ、三上さんがこう来たので僕は大きい数字、あれ、これ俺が置いたらもう引くんでしたっけ、置いたら引いてください、置いたら引く、引いてください、置いたら引くね、なるほど、戦術カードから引きました、置いたら引くね、なるほど、で僕も置いたんで引きます。でちなみに同じ役だったら数字が強が強いです。ああ、まあ、はい、そうですね。そっか、3枚で役が揃うんですもんね。そうか、5枚ですけど、そうです、3枚だから、まあ、割と楽、割と作れちゃうんですね、割と作れるっていう感じか、うん、これでもさ、後手の方がなんかわかんないけど難しいな。で、引く、はい、じゃあ、僕も次を、なるほど、ちょっとこれ見てもらうと僕の狙いちょっとわかるかなと思うんですけど、ですね、ふむふむ、わからん、ふむふむ、わからん、で、いや、ちょっと3点突破でいくか、なるほど、一番そうか、はい、じゃあ僕はここを確保しにね、おお。ね、色色だったら色はまあポーカーでフラッシュです、ね。だからその例えば緑じゃないですか。はい、仮に色、はい、仮に緑で揃いました。はい、俺仮に黄色で揃ったら、はい、まあ数字の大きい方です。あ、数字か。はい、その場合。え、数字。戦術カードはこの役が出来上がる前に出さないと。そうですね。役が出来上がった後に出しても意味がない。まあ、それ以外の戦術もありますけどね、うんうん、まあ、その戦術カードのルールに乗っ取ってっていう、はい、ところで、はい、さあ、悩んでいる、お、あ、ここファランクス狙いですかね、おファランクス3カード、三上さん引きました、あ、そっか、すぐ忘れちゃう、じゃあ僕はこれで、わー、一番強いやつです、すごい、はい、ということでここ三上さん、これ同じ役を作ってもここから上僕より強い役は作れないので、このフラッグは私のものということで一つ確保です、わー、まあ、今のがあのあれですか、ウェッジって、うん、ストレートフラッシュ、おー、色とあれはどっちが、色と数字だったらどっちが強いのか分かんないですけど、数字のはずです、あの1は、ファランクスっていう3カードの中でまあ一番弱いんですけど僕が7のファランクス作ったら僕の勝ちです。引きました、現実2枚使わなければ2枚引いてもいいです、でもだんだん手配があれですよ、うん、狭まってきますよ、じゃあ僕もここに、お、ちょっと戦術カードも把握しておきたいっていうのが、そうなんですね、戦術カード何があるか分かんないですからね、え、これなんかすっげえ難しい戦術なんだけど、間違えたこれ、え、なんでもない、ちなみにこことここ3連続のフラッグを僕が練習したらもうその時点で勝ちなので、おそう、三上さん戦術使ってくるんじゃないかな、むずいな、ちょっと使ってみよう、はい、あのこれ使わないと、はい、いざという時に使えないっていう、はい、その、はい、キルアが言ってるんで、はい、ね、あのこれちょっと使ってみます、偵察、ちょっと俺も把握してないんだけど、はい、舞台戦術カードの山から好きな組み合わせで3枚のカードを手札に加えます、うん、その後手札から任意のカードを2枚選び、それぞれ対応する山札の一番上のに、あ、裏抜けにして戻しますと、うんうんうん、なのでここから3枚好きなカード取って
そっか、2枚捨てて、2枚そこから捨てればいい。あ、じゃあ相手にこうこれ引かせたいっていうのができなくもない、ね、戦術からも選べるの、うん、で山札、そうですね、これこう戦術なんてだって見放題じゃん、うん、欲しい戦術を2枚取る、これ戦術でも把握しとかないと、そうですね、でも三上さん今戦術使ったから僕が使うもん、あ、そうかそうか、そう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 ね、そういうことね、あんまり欲しいのないんだけど、でそれはもう表向きにしても二度と使えないカードなんで、好きなカード、いや好きなカードって言われてもさ、役を作るのに必要なカードは3枚取ればいいですよね、まあ、いやないぞそんなのそんなのないよ、3個でしょ、で2つ捨てるんだよね、当たり前だから、そうです、当たり前で2つは山札の中にぶっ込むんですよね、これ3でしょ、上に乗せるんですね、これが今の山札の一番上、うん、じゃ俺が引くカードがそれになるんです、そうです、そうなんだ、三上さんがなんかボケて俺の欲しいカードを一番山札の上に置いてくんないなあ、俺の欲しいカードね、ってことは鹿さん持ってんのかっていうのも分かるからいいですよね、あ、そうなの、あ、ねえ、マジでね、偵察カード、あれ欲しいのに、黄色の9とか、これ手札じゃないですか、これじゃないですか、これ欲しいカードじゃないですか、 あったこれが2枚目ね、じゃあ2枚目でしょ、うん、ちょっと待って、さっきちょっと分からなくなった、混乱して分からなくなった、これがこうでしょもう一枚、もう一枚なんか割と通れないんだよな、あとは相手が作ってる役のいらんね、欲しそうなカードとか取っておくとか、これがこうだから、うん、でこれ山札いらないカード2枚を山札の上に、正直これの使い道がよくなんかまだ分かんないんだよね、だからちょっと置いときます、あ、それもいらない、うん、戦術カード取ったけど、取ったけど、まあ、そういうこともあるよね、三上さん手札がこれでもう1個、もう1個戻して手札7枚になりました、はいはい、じゃあこれでターン終了でございます、ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、まあ、まあ戦術カードそういうことですね、ここら辺をちょっとね揃えた感じにじゃあ俺はここを今度は殺しにかかろうかな、わあ。で、三上さんがいらないって言ったカードが実は俺の欲しそうなカードだったりしてね、まあ、いらないっていうか完全にいらないわけじゃないんだけどよくわかんないうん、おでもここもうないっすかね、あれそっかないっすかね捨てに行ったわ、あ、できっことんだよね、はい、じゃあ俺はここに、おお、これはこれはまた面白いカードが来たな、ファランクスに対して、いや、もうなんかどっちやってるのかよくわかんないです正直ストレートで来ても勝てないですよ、取りました、取ってないもうおじいちゃんだじゃあ俺は9のファランクスで、おお、そしたら三上さんは、そうですね、三上さんはここに関してはレッジ作るしかもう勝ちはないので、よくいただいてきます、僕ここ7の7作ったらもう勝ちになっちゃいますけど、じゃあ、はい、お、あもうジェスチャーでやるようになっちゃった、どうしようかな、じゃあここは1だから2を、じゃあ三上さんがいらないって言ってた戦術カード何だったのかな、これ裏切り、敵の舞台カードから2位のブラックを、あー、なるほど、自分の欲しいところに移動できるってことですね、うん、あ、言っちゃったよ知ってるから、はい、おお、
でで来ちゃったよ。おお、もうちょっと遊ぼうかな。じゃあこれを使いましょうかね。三上さんが何か作ろうとしてるから、まだ確保されてないフラッグに配置されてる敵の部隊カード、うん、任意の1枚を選んでまだ確保されてないフラッグ自分の場所へ移動することができる。というわけで三上さんが何かやろうとしてるこれをこの辺にじゃあ移動しとこうかな。送るよね。もう一回戦術カード引いとこうかな。戦術はね、あ、お、もしかしたらそこにロイヤルストレートフラッシュができるかもしれない。おお。ウェッジ？そしたらそこ負けちゃうね。そうですね。引きました？はい。おじいちゃん引いたの？戦術。読めねえんだけど漢字がそもそも。じゃあここにこれを置いて。よくわかんない。配置されて。これちょっと戦術マジで一回見といた方がいいっすね。うん、なんでさっき見なかった。違う、その、やる前に。あ、やる前に、はい、おー、そこ三上さん確保ですね。じゃあここ、はい、一枚の戦術を言うと、ここを先に作ろうとすると、うん、さっきの裏切りが発動するんで、うん、ここなんか作ってるなー的な雰囲気を出して、うん、ここに、そうそうそう、おー、じゃあ、ね、っていうのね、一応考えてる。なるほど、そうそうそう。なんか手札すっげー少ないんだけど。6枚、じゃ あるはずなんですけど。ちょっと待って待って、札がすっげー、まだ引いてないじゃない。引いてください。1、2、3、4、5、7枚。え、そんな引いてない。戦術出した時に引いてないから。ああ。え、7あればいいんだっけ。7枚もう1回か。はい、じゃあ、あれこれ出して、あ、さて、どうしようかな。本当に意味がもうみんなでちょっと解読してもらってっていう戦術いきます。はい、石川さん使ったんで、これ、はい、そもそもなんて読むのっていう話。デイネイじゃないですか。デイネイです、ね、はい、ゾロボデイネイカードが配置されたフラッグは双方4枚のカードを配置して争います。おお。なのでどこに出すかっていう。そうです。例えば、まあ、どうですかね。この辺の役ができそうだなみたいな。そうですね、ここ7のファランクスって4枚ないと完成しないじゃないですか。そしたら三上さんが1を持ってた、もうないですけどね、1かジョーカーを持ってたら、ここでファランクス4枚でのファランクスっていう役を完成させないと、そこは役にならないと。僕もここをに配置されちゃったら、次7出してもまだ完成しないと。おー、いきますね。引いた？引いてない。なんだよ、殺してやろうと思ってたのに。いやー、怖ーい。さあ次三上さん、はい、おっ、ってことは僕がこの7のファランクスを完成できなければ、うん、ここは三上さんの、フラッグっていうことになるんですが、7がもう見えてますよね、実は。うん、あともう1枚7ありますね。そうですね、だから、ね、そこの7がどっかで確定しちゃった場合はもうここは三上さんに取られちゃうんですけども。三上さんは引いてください。僕ただこれ持ってるんですよ。お、なんか思ってさっきから三上さんをこうとジタバタさせて最終的に買ってやろうかなと思ってたのが、これアレキサンダーカードと言いまして、うん、いわゆるジョーカーです。ワイドカード7のファランクスがここで完成しましたので、隣接する3つを 1,2,3 と連続で取りましたので、勝負ありかも。面白い。そうです。だから相手の、さっき三上さんこの裏切りとかね、こう偵察とかでこう自分の欲しいカードっていう風にやりましたけど、逆に言うと三上さんがいらないカードは僕の欲しいカードだったんで、あ、流れてきたんですよね、9番。あ、なので相手にあげたくないカードかつ自分が欲しいカードを配置しなきゃいけなかった。あ、難しい。ということです。めちゃくちゃ考えね。めちゃくちゃ考え、めちゃくちゃ考えよ、これは。めちゃくちゃ考えよ、まず役が分からん。
役はまあとりあえずストレートフラッシュが一番強くて、うん、でその後にスリーカードが強くて、その後ストレートフラッシュという順番で強い。あと引き忘れるね。そう引き忘れた。引き忘れた。おじいちゃん。引き忘れた。じゃあ俺は一応ここを確保でいいのかな、これだと。そうですね、うん、今のところ今のところ確保はこれで確保になりますよね。はい、はあ、ここの勝負か真ん中の勝負か。そう楽しかったですね。え終わんの。それかいな。リーダーカードワイルドカードなので私はここを取り勝ち。ないね。負けた。勝ったー。やったー。もう一個ね、戦術カードで全てのフォーメーションを無効にしますっていうのもあったんですよ。あー、こんなんあったら。そう。そしたらもう出来上がってるとこ全部取られたら、こう、はい無効って言って、私の方が数字が大きいから、はいいただきっていうのができる。数字勝負になる。そう、数字勝負になるんです。なかなか、なかなかいい、なかなかいい戦いだ。イエーイ。ありがとうございます。ますやったー、さっきの雪辱を取りました。面白いでしょ、ね、面白いですね。勇者考える。ちょっと待って。めちゃめちゃ頭使うんですよ。めちゃめちゃ頭使うんだけど戦術カードが出てくると息つくから。これ1対1ゲームの、まあ、傑作をちょっと2つ今遊んでもらったっていう感じですね。そうですね、はい、これはもう家でも人が2人集まればすぐ。うーん、これも楽しい、うん、やりたい。ちなみにこれもAmazonさんで2500円ぐらいで出してくれる。バトルライン、これ別にここで買ってもらったからといって何も収益は生まれないという、ただ誰のアフィリエイトもない。あ、でもここのね、あのボトゲステーションではバトルライン5000円で販売してますんで。高い。5000円で販売してますんで、もしよければ、あの定価です、定価です、ご連絡ください。5000円です。あっていうようなバトルラインでした。じゃあちょっとね、今日はあのルール把握ということで今日はやらないんですけど、次回また来た時にこのね、2018年の19年、あ、19年か、19年、うん、の、まあ、ボードゲーム大賞、ボードゲーム大賞天下名堂、マジで面白いから、マジ面白い、マジで面白い、これこんな国取りで熱くなるとは思わなかったね。本当にちょっとね、ルールが複雑なんで、もしかしたらまあ動画前半とか後半とかで2パートとかに分かれたり、そのルール説明とかだけでもしかしたら1パート終わっちゃうかもしれないんですけど、うん、これ本当に面白い。4人いると本当に面白い。うん、で、今回は練習なんで、マキナちゃんが1位だったっていうものはもう一切痕跡は残らないんで、痕跡は残らない。次がボトル勝負。でも、俺もなんか2位だったからね。俺も2位だったから。そうですね。今回、じゃあ。これ、はい、プレイでやったんで、次回ね、あのまた来た時に戦乱のようちょっと中心にやっていきたいと思いますので、はい、お楽しみに、はい、してください。